個ナイス5個どうちゃん5個、うん、眉楽しませてくれると思ったら大したことないってゼロ言ってた。で頑張って、だからやっぱり同じカテゴリーにしたんかな、うん、あ5個眉ちゃんラスト、あどうちゃんありがとうございます5個。でもうざいよね、いちいち言ってこなくていいよそれ、いち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 言ってこないっていいよ。ねえマヨだって頑張ってるのにさ、うん、今日は何かお手伝いことできることありますか。あよかったら定期とアイテムお願いします。遠慮なくと言われたので、あの定期とあのイベントアイテムも、あ3個、あゆっちゃん3個ありがとう、ゆっちゃんありがとう。どうちゃんダメだった、聖杯ゲットできなかったかな。いやもうお腹いっぱいだから、お腹いっぱいだよもう。支配ダメだった、厳しくない82,000ポイント差でも 3位まで。餃子食べたよ、 2個食べた。総理食べないの餃子。食べる、 いっぱい食べなよ。そう今日ゼロですね。昨日一回できて今日はゼロ。これ聖杯あったら楽しいのにね。聖杯があったらさ、うん、ないとね。ゆっちゃんゆっちゃんありがとう。ゆっちゃん、いや高総理が餃子失敗したから、そうなるとあのもうダメなんだよ。完璧主義だから美味しくないっていうことが許せないんだよ、自分も自分で。餃子もう食べれないね、あのべちょべちょしてる、なんかにちょにちょしてる、うん、いや美味しいってもう今言ってももう遅いんだよ。あ若大将ありがとう、うんうん、お口に合わないもダメなんだよ。ダメなの、美味しくないとダメで、あの私が嘘でも美味しいって言ってももうダメなの、それは最初から。だからはっきり言ってほしいタイプなんだけど、実際に失敗したからあのもうダメなんだよ、うん、ありがとう、ありがとう無料アイテム。そうでなんかさ毛布ある、あ10個、あゆっちゃんありがとう。ゆっちゃん10個ナイス、ゆっちゃん。あ10個、ゆっちゃんわあ、ゆっちゃんがすごい応援してくれてる。あ50個グレート来た、グレート50個ナイス、ゆっちゃん10個、ゆっちゃん10個、ゆっちゃんあ10個、ゆっちゃんナイス。いや
悔しいよねこれ聖杯、うん、ゆっちゃん10個、ゆっちゃんゆっちゃん10個ゆっちゃん10個ナイス。あー20個10倍ゆっちゃんでかい。これは20個の10倍って何個、20個の10倍って何個だ、20個の10倍って何個、200個決まってんやん200個、ファンタ2個ナイス、ファンタ2個、あ20個クール、ゆっちゃんナイス、ゆっちゃん20個、30個ゆっちゃん、ゆっちゃんありがとうございます。ゆっちゃん、ゆっちゃんちなみに聖杯はゲットしました。ゆっちゃんちなみに聖杯持ってます。ゆっちゃんダメか、ダメだったかな。いやマジでゆっちゃんありがとう。ゆっちゃん、なんでみんなあんなバカみたいに当たんの、なんでみんなそんな当たんのマジで。当たんなかったな、ありがとうございます。あっちゃんありがとう、あっちゃん、あっちゃんありがとうございます。みんなゆっちゃん、ゆっちゃんに拍手、ゆっちゃんありがとうございます。いやなんかあれだね、調子悪いわ、調子が。まあでも聖杯ってあの自分のアイテム欄に出てくるよ、当たったら。あの金のカップ1個あるから見てみて。うん、太郎くん9時以降聖杯2回やるみたいが取ってくる、あゲットしてほしいね。なんか聖杯中もさ、なんか倍率いいんじゃないかなって思う、あの聖杯ゲットできる。あーやっとなった、片付け、なんでみんなそんなゲットできるんだマジで、なんでなのね。総理、あのファンタ投げてみてくんない、え？ファンタ投げてみてくんない？いや金ない。金俺はめちゃくちゃあるっていつも言ってるじゃん。酔ってた時は。じゃちょっと酒飲んでみて。うん、酒飲んだ時あるっていう。うん。あくーちゃんありがとう、くーちゃん。ちょっと酒飲んでみてよじゃあ。今から飲むよ。うん、いやマジで寒いなこの家。慣れてが足りないんだよ、うん、俺もう慣れたよこの顔、うん、総理に聖杯チャレンジやって もらいたいわ、うん、聖杯チャレンジね。総理ちょっとね、あのまあいいか、お酒飲んでから言うよ怖い話。しなくていいよ、いや嫌いから。え怖い、ちょっとグロい話じゃない、いや怖い話だよ、幽霊とかもダメよ、そういう話じゃない、今後の話、ガチの。誰の、え未来の話、誰の、あんたの、日本の話、うん、誰が聞いたの、そんなことあんたに話してくれる人いるの。うん、なんかずっと徹夜してる、徹夜じゃないけど、たつき亮かな、たつき亮っていう漫画家がね、1999年にあの自分が見た予知夢をあの漫画にして出版したのね、うん、それから15個中13個当たってんのね、うん、何やがだ、例えば何が当たってんの、あの東日本の 3.11、うん、何て予測してるの、え何て予言してるの、だからあの東日本で、3.11 当てたの、3.11っていう数字を当てたの、2011年3.11って当てたの、
それいつ頃に？1999年に。だからそれ証拠は漫画であるんだって。だからそれがすごい漫画。その漫画何も見たことない俺。あのある。じゃあどこにちゃんと2011年3月11日でちゃんと書いてんの？そう。なわけない。そうなんだよね。みんななわけない。じゃあちょっと調べる。あるから。そんなことあるわけね。ある。有名だよねそれね。ほらあるってみんな言ってるよ。それ後から書いてん。それがそれ後から書いてん。違うって。だから1999年にそれが出版されてんだって、うん、え、うん、何も聞いてない。そんな俺なんかそれ当たったとか。そうガチで書いてあるよね。辰木亮って人。2011年3月11日に新にそうよ。その人はなんか予知夢を、あ、奈々ちゃん、何が何て書いてるんだ具体的文章。だから3.1 2011年3.11。なんで 3.11 っていうの？3月11日って書いてあるの。あ、なんかね 3.1 3.11 3月11って書いてあった。3月11日に、うん、それでどういうことが起こると書いてあるの。東日本に、うん、東の日本どこかで、うん、なんか大被害が起きるって。被害やただの。え、ただの被害。3.11 って当てたんです。 3.11 じゃないか。3月11日って書いてた。 3.11 って書いてた。どっち。3月11日2011年3月11日って。2011年3月11日って書いてた。きっちり 3月11日と解釈できるような書き方してない。ちょっと待って、出すから。出すよ。文章出すよ。文章そう解釈できるから、そう書いてるから話。本当ヘリクスだあいつは。私が見た未来。そう、世界は滅亡する。2011年の大震災。あ、ちょ、これ見せよう。あいつが戻ってきたらこれ見せるか。これをちょっと見せる。ちょっとなんならちょっとこれ言いに来たんだよ私、総理に。今日はそれ言いに行って帰ろうと思って。あのね、総理信じるよ。だってもともと仕事占い関係とかもやってたからね。だから気が合うんだよ。なんか総理ね、占いめっちゃ信じるからね。うん、あ、寒い。本当に寒いこの家。じゃあいい、見せるよ、うん、1999年の漫画、うん、なんて書いてた。だからここに座って。座ってよここに。じゃあ見てて、こっから横からね、うんうんうん、でこの古い家のやつね。いくよ。世界は滅亡する。長っ。2011年の大震災。勇気がないの。だからちょっともう、いや、ちょっと喋んないで、うん、2025年世界は滅亡する。2011年の大震災やダイアナ妃などの死を予言した予知夢漫画、私が見た未来。この本は辰木亮さんが1999年に書いたことによって話題になった。彼女はこれまでに計15個の予知を漫画内で行っており、2011年の大震災、ダイアナ妃の死も含めて計13個の未来を当てているそうだ。また残りの2個に関してはさらに未来のことを予測しているため、実質全て当てているのと変わらない。そして彼女の最新の予知夢が12年後の2021年に最新刊として発表された。その内容が2025年7月5日、上空から地球を見下ろしている視点で突然日本とフィリピンの中間あたりの海底がポコンと噴火する。その影響で波が四方に広がり、太平洋周辺国に巨大津波が押し寄せるというものだった。ホピ族の予言によれば、隕石が空から降ってくるというものであったら、辰木亮さんの予知夢も加味してみると、もしかしたら2025年巨大隕石が太平洋に降ってくるのかもしれない。2025年。いや何も書いてなかったよ文章。あの漫画の、ね、だからこのだから漫画のやつをあの言ってくれてんの。言ってくれると信じない。だからある存在すんだって。プリント分見せてよ。プリント
プリントよ。だから買えばいいじゃん。じゃあこれ漫画売ってるから、1999年の漫画ヨチームっていう時点でもう売らないやってますって。もうあれやたまたま当たったんじゃなくて、たまたまじゃない、私は未来予言しますっていう漫画を書いたの。で2025年の7月5日あの日本終わるらしいよ。いや隕石なんかね落ちてくるとかいう情報どこにもないから。今でもこの人全部当てたんだよ。隕石なんて分かんないよ。そしたらジンちゃん死んじゃうよ。で一緒に海外行かない7月5日 あの犬たちと一緒に逃げない。隕石落ちてきそうやったらもう連絡するって、落ちてきそうですって。だ一緒に行かない。いいか、ジンちゃん死ぬよ。俺信じるから。だから2011年の何月のあのコピー用紙持ってきて。早くだから買えばいいやん。スキャンしたやつちょうど。買えばいいやん。いやもう高いもったいないもん。500円だよ。なんかないの？500円もないの。いやなんかオンラインでないの？オンラインで買えんじゃないか。多分解釈ができるっていうやつよ多分。だからアジアもう沈没らしいよ。いやだあの誰沈没するの？隕石落ちて。え？隕石落ちたぐらい沈没するわけないやろ。いやだからそっからの津波とか、うん、多分富士山噴火とかじゃないのかな。みんなでさ海外行かない。えそれキュウリ作ったの、うん、食わして。これ腐ってない？腐ってない。2025年の7月5日7月5日やばい。これ怖くって昨日も寝れなかった。だってあんた自殺の自分の目でその本読んだりとかしないよ。いやこれが今すごくあのね昔はただのこれねあのしょうもない漫画だってなってたのが、うん、本当にどん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 その昔の漫画がね言い当ててるわけよ、うん、いろんな漫画があるよ。いろんな漫画じゃなくてこのたつき涼っていう漫画家が当ててるから。あんたは誰か書くやん。まとめサイトかなんかでここほらとか、えここういうこと書いてますとか。なんでそれを出さんの？なんて言ってんの？誰かまとめサイト出してくれやろ。あると思うよ。あると思うよ。ただ見てないやろそれまだ。だからこれをまだ見てないけど、この YouTube の話を信じただけやろ。これ当たりすぎだよねこの人もね。だってこの人が当たったって言ってるだけよ。じゃあ周りの人がこれテレビにもなったんだよ。さんまさんのからくりテレビでこれ紹介されたんだよ。この人のやばいって。だから一つでもいい文章見せて。例えばダイアナ妃やだ。ダイアナ妃で名前言ってんの99年に。あその時はあの何月何イギリスの何年の何月何日にダイアナ妃が夢に出たんだって。ダイアナ妃がって言ったのはっきり。ダイアナ妃そうダイアナ妃が夢に出てきたって、うん、それだけ。でもその日に死んだんだよね、うん、それを言ったら。何もダイアナ妃に何か何とでも言えるやん。えでもそのいや何とでも言えなくない。ん何月何日にダイアナ妃に何かが起こるって言ったんだよ。何かが起こるって言ったので死んだんだよ。それで何月何日にそれ当てたんだよ。ビンゴ文面出してよ。だからあるだから見なよそれ。いや文面大体何月何日で書いてんのそれ見せてちゃんと。だから自分の目で見なよ。いやだってそんなのそこら中あるやろ。だから見なよ自分で。いや不思議だよね。一つの文面出さないと聞いたことない。いや文面あるよ俺見たもんそれ。あの文面っていうか、ね、でもヨチームって漫画にしてはなんかシンプルよね。私が見た夢っていうタイトルで。私が見た夢でそんだけ引っ張れるの何個も。でも昔に一冊でねその一冊であのそれで一冊分一冊しか出してないの。そうだね。その人うんでその人今何してんの。え生きてんのかな分かんない。おばあちゃんじゃないもん。なんていう人。たつき涼っていうと、うん、あ生きてるんだって。だってもう24年前だもんね。25年前か。何歳だったのか分かんないけど、うん、69歳だって。
今、うん、あそうでまあいろんなのを当てたんだけど、まあその2011年の 3.11 をさ当てたじゃん。それそっからその人話題になってる。当てたじゃんだ。その本当にもし10しかも東日本って言ったんだよ。15号中15が出たってたら、うん、あの信じる方が頭おかしいし、ってことあるわけない。じゃあどうするの来年の7月5日。私海外一緒に行けばいい。行けばいい。行かないの？うん、じんちゃん死ぬよ。しないよ。死ぬよ。起きないもん。何も起き